ちゃん。こんにちは、ゆうたこさん。はい。もう今、そうです。おめでとうございます。いや、もうおめでとうだよ。そうですよね。ドラフト1位でね、かかった選手たちっていうのは、はい、今までの努力が報われたというようなね。はい、本当そうですね。まあ、そういうドラフトになりましたけども。はい。はい、まあ、ほやほやです。はい、現在、12チーム、それぞれ、いわゆる1位指名。が決まりました。決まりましたよ。はい、じゃあまずは、はい、セリーグの1位の阪神から参りましょう。はいはい、阪神は単独で、下村投手右の、はいはいね、青山学院大学、はいね、日米野球では MVP を取ったという、まあ、ああいう大会で MVP を取るっていうのは、はい、やっぱ相当な実力もないといけないし、はい、やっぱね安定感がいいのと、うん、左への対してのインサイド の変化球がいい。おだからこれはやっぱこう即戦力だろうなっていうふうには思うよ。うん、阪神の岡田監督はやっぱり右投手が欲しいと、はい、その中で中央の西舘投手、うん、それから常廣投手、はい、ただここはもう競合しているチームが公表していたので、まあまあそうだね、はい、どうしようと言ってる中で下村投手単独で。いやもうね、あのね遜色ないんだよ。うん、西舘と常廣とかね、はい、そういうのに比べても下村っていうのは遜色ないし、はい、やっぱ安定感が抜群だと思うよ。安定感ですか。はい、だからまあ単独指名になって、はい、まあ、ちょっとホッとしただろうね。もう下村投手は岡田監督的には来シーズンどういった戦力というふうに見なしてますか。はい、まあ、先発が足りなかったら先発でも使ってみたいし、うん、中に入れてもいいし、はい、だから左の優秀なバッターっていうのはセ・リーグに多くてね、はい、まあ、そこら辺に当てていくというか、うん、そういう中継ぎでもいいし、まあ、クローザーでもできる可能性もある。あ、そうなんですね。うん、もうどこでも使えるっていうことをただどのぐらい三振が取れるかっていうことによって、はい、まあ、例えばそのクローザーから8回とか、はい、7回とかになってくるだろうし、うん、本当に安定してるんだったら、まあ、先発っていうことも考えられるよね。はい、楽しみです。楽しみだ。いや、ただその常廣投手、西舘投手をこう、はい、やめて下村投手に打ったっていう。だからもう3人並べても、うん、そあとはなんか好みの問題みたいな、うん、そんな感じなんだよ。例えばそこが、例えば、うん、その大学で1番手に投げるか2番手に投げるかっていうのは、うん、これは監督が決めることで、はい、でも1番手に下村が投げたっておかしくないんだよ。ただ常廣がいたから常廣を一番手で投げさせてたけども、うん、実力はやっぱそんなに変わらないということだよ。それを証明したのが日米野球の MVP という、ね、あ、ことになってると思うんだよね。じゃあ本当に3名の投手遜色なくっていうところだったんですね。あとまあね、くじでやっぱり確実にっていうところで下村投手、まあ、まあそうだね。あとは左とかもいたけども、うん、やっぱ右が欲しいということで、はい、まあ、その3人比べたときに遜色のない、じゃあ誰が競合しないんだって言ったら下村、うん、じゃあ下村に行こうっていうようなことだったと思う。来シーズンね、はい、縦島の下村投手、そうだね、はい、まあ、いろんないい先輩いるからね、右ピッチャーで、はい、うん、だからまあそういうのを教えてもらってね、はい、まあ、成長すると思うよ。そうですね、はい、楽しみです。さあ続いてカープは、はい、青山学院の常廣投手を、はい、楽天との競合の末、まあそうだね、はい、引き当てました、はい、ガッツポーズガッツポーズ、まあここいいピッチャーだよ。いいピッチャーだよ、はい、新井監督が言ってた数年後にはチームの核となってっていう、はい、数年もかからないと思うよ。あ、そう、そうですか。まあ、来年、まあ、来年からスタートするわけだけど、はい、再来年ぐらいには中核を担ってると思う、はい、そのぐらい素質のあるピッチャーだし、はい、やっぱ投げるフォームに余裕がある。なんかね、こうなんていうの、 100% で投げるっていうよりも、はい、なんかこう余力を持って投げていく、うん、だから先発型のピッチャーかなっていうふうに思うよね。あ、そうなんですね、うん、だから非常にやっぱ安定感もあるし、はい、そのゆったりした中からこうボールに対しては力感があるしね、うん、だから非常にいいピッチャーだと思う。まあ、で広島いいピッチャー育ってますし、いいピッチャー引き当ててるんで、また京都の先輩森下がいるっていうね、そうなんですよ、まあ、そういうこう可愛がってもらえる、はい、またその仲間として入りやすい、うん、そういう環境だし、はい、まあ、非常にいいと思うよね。楽しみですね、はい、さあ続いて DeNA ベイスターズは、はい、中日とロッテの競合のエネオスの渡来選手、はい、行きましたね。引き当てたな。いやいや、渡来行くとは思わなかったけどね。ゆたさん思わなかった。
ったいややっぱりちょっとピッチャーがね、うん、足りなくなる来季足りなくなるかなと思ったら、はい、ピッチャー行くかなと思ってたんだけど、はい、渡来行ったね、はい、中日がもう公言していたので、はいはい、中日が一本釣りするんじゃないかと言われてた中で、はい、ベイスターズとロッテが行ってベイスターズそうだねいや球場の広さとか、はいまあ、環境的には、はい、DeNA に行くっていうのが一番、まあ、例えば競合したチーム、うん、を考えた時に、はい、それはやっぱこう DeNA 横浜スタジアム、うんはい、これが最適だよあの子にはあ一番いいですかもう一番力が出しやすいあスピードも使える長打も使えるという、はい、それと内外野、うん、両方できるんで、はい、まあ器用貧乏にはならないで、うん、一つのポジションを与えてほしいけども、はい、これはやっぱこう楽しみだな豊さんその渡来選手はヤクルトの山田哲人選手のようなトリプルスリー狙えると、はい、狙えるハマスタでだから良かったんだよそうなんですよねまさにだから良かったし、はい、やっぱり実際に大輔三浦監督が練習試合とかやって見てるからね、うんうん、だからそれに惚れ込んだんだと思うよまた、うん、で競合して俺はひいき目なしで、うん、DeNA が引くと、うん、渡来は一番力が発揮しやすいなと思う球団に行けたということは、うん、やっぱそれだけ運が強いのかもなんだよご本人も涙ぐんでましたし、うんね、あれ母ちゃんが涙もろいからねそう遺伝子プラスそのベイスターズっていう名前が呼ばれた時にえっていう驚いた表情があったんですよ、まあ うん、その中日だけがね公言していたのでまあそうだね でもね、はいまあ、中日もいい球団だしロッテもいい球団だけど、うん、やっぱ風があったりだとか、はい、中日は広かったりだとか、うん、そうすると渡来にとってはすごくバッティングということに関して大変だったと思うんだよな、うん、でもそういう意味では DeNA、うん最高の1位ですですよねで渡来選手って横浜高校、はいはい、っていうのでやっぱり縁が地元だからはい、ね、あとお父さんもで社会人もそうだしそうですよねもう渡来が俺の後輩になったといういやそうですよ嬉しい、ね、お父様も知ってますし豊さんそうそうそれとやっぱり明るいチームだしね、はい、巻き筆頭に、うん、だから入りやすいと思うやりやすいと思うこれ来シーズンは即戦力もすぐどうなんですかいや即戦力で使いたいような、うん、そのぐらいのポテンシャルがある選手だよある選手、うん、ただまあ一旦は競争だからね、はいうん、だから競争に勝って、はい、開幕オーダーに俺が名前をかけるようにそうです、ね、YouTube だけどな、はい、そう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 確かに、はい、さあ続いて巨人は、はい、中央大学のもう公言していました西舘投手、はい日本ハムとの競合の末に当てました、はい、これはね、はい、まあ新庄が来たから、はいいやこれはなんか引き当てそうだなと思ったけど、うん、やっぱ中央つながりでやっぱなんか縁が結ばれてたというか、はい、なんかそんな感じがしたなうんあだからまあ新監督の安倍新監督の大仕事だったけど、はいまあ、恥かかなくてよかったな中央なんか外したかみたいなことを言われないで でもねこのピッチャーはやっぱね、はい、テイクバックに特徴があって、うん、やっぱ小さいところからビョーンと出てくるから、はい、やっぱバッターはもう相当速く感じると思うし、うん、球持ちのいいピッチャーだな、ね、そうですね、うん、だから球速よりは速く感じるだろうし、はいまあ、制球もいいし、はいまあ、いいピッチャーだなやっぱ花巻東から大谷投手2世というふうに言われて、はい、中央大学でっていうことなんですけれども、はいはいどうですか巨人は本当にピッチャー急募というふうにしてましたけど、まあ、もちろんもちろん来シーズンもすぐにでも使えるいやこのピッチャーはね順調にいけば使えると思うよ、うん、そんなにコントロールが乱れるわけじゃないし、はい、だからいいと思うの即戦力として引き当てました、はい、さあ続いてヤクルトが、うんはいこれ2回目となるんですよ ね、はい専修大学の西舘投手を引き当てました、はいはいはい、安定感抜群だよねやっぱねコントロールがいいわ、はい、9位という意味では、うん、なんていうのなくはないんだけど、はい、やっぱその中でコントロールが素晴らしくいい、うんうん、だからヤクルトってやっぱまとまってるピッチャーが好きだな、はい、傾向なんでしょうね傾向なんか同じような形のピッチャーがこう揃うというか、はいうん、でもその中でも、まあ、西舘専修大学ね、はい、非常にいいと思うよねそうですね、はいまあ、ヤクルトは1巡目では国学院大学の竹内投手なんですけれども、はいはい、そこはちょっと引き当てることができずにっていう形左ピッチャーは本当は欲しかったんだろうけどもさ、はい
まあ、だけどこの西田っていうのはね、うん、あのやっぱコントロールで勝負ができるピッチャーだから、はい、やっぱゲームはしっかり作れるピッチャーだよ。そうなんですね、うん。まあ、ヤクルトもねやっぱ今シーズンはピッチャーで悩んだので、まあ、そうだな、はい、そこに、うん、あの来シーズン、ね、すぐにでも入っていけるといいなと思っています、はい、 そうだね、さあそして中日が、はい、まあ、渡来選手がダメだったということで2度目、はい、亜細亜大学の日下投手、はい、これロッテとの競合の末に引き当てました。やっぱ亜細亜大学だけに下半身がどっしりしてるなあ、鍛えられてるってことですか。鍛えられてる、うん、だからその下半身の使い方っていうのが、はい、すごくうまいピッチャーで、はい、だからこのピッチャーもやっぱこう安定感がある、はい、うん、スタミナもあるだろうしね、うん、だからそういう意味ではあのバンテリンだからバンバンいけると思う。そうですね、広いので、うん、そうそうそう、でタフだしね、はい、うん、だからあのいいピッチャーだなっていうふうには思うけどね。これ最初渡来選手が野手行って、はい、次がピッチャー行って野手では行かなかったっていう、まあそうだね、うん、1位で取りたい野手はいなかったということじゃないの、渡来選手以外で、以外には、あ、だからまあとりあえずピッチャー行って、はい、2位から多分野手は行くと思うけどね、はい、草川が取れて良かったと思う、はい、そうですね、うん、さあ続いてパリーグ行きましょう、はい、オリックス単独で上田西の横山選手行きましたね行ったね、はい、やっぱピッチャーはねいる、あそこは、うん、はい、で野手もいないことはないけど、うん、横山ってねやっぱね特別だよ、うん、やっぱスケール感が大きい、はい、うん、あの3秒揃ってるし、うん、例えばその体の大きさから考えるとサードだってできるしね、はい、で、まあ、もちろんショートもできるし、うん、あのセカンドもできると思う、はい、思うけども、やっぱねスケール感があるわ、うんうん、だからまあ急には無理かもわかんないけど、はい、早いうちには出てくると思う。まあ、大型内野手と言われていますしね。そうだね、うん、だからああいう大型の選手っていうのは紅林もでかいからねショートで。そうですよね、うん、だからああいう布陣で内野がバーンと出来上がれば、うん、オリックスのその黄金期っていうのはずっとなんか続いてきそうな、うん、そんな感じがするよね、うん、まあ、あの即戦力というよりかは、まあ、下で最初育ててからも、まあ、もちろんそのぐらいの、オリックスは余裕があるからね。そうですね、うん、だから無理して即戦力というよりも、はい、将来的にこうチームの中心になってくれる野手を取ったよね、うん、そうですよね、はい、前評判でオリックスもしかすると大阪桐蔭の前田選手行くんじゃないかみたいな感じも言われてましたけれども、はい、まあ、ピッチャーいるからいましたもんねいるんだよ、やっぱ野手行きましたね、野手行ったね。もうあの YouTube のメンバーで見てて横山選手の名前が変わった時にみんなで野手行ったかっていう声も、ね、はい、出てきましたけど、まあ、どっち行ってもいいと思うんだけど、はい、やっぱこう中心になれる選手、はい、まあ、そこをドラフト1で上げてきたというね。そうですね、はい、さあロッテなんですけれども、うん、はい、まあ、渡来選手で外れ、草加選手で外れ、はい、細野選手で外れ、最後明治大学の上田久斗選手、何回外したんやっていう話やけど確かにでも上田も、はい、非常にパンチ力もあるし、うん、大型の内野手だよね。大型内野手、内野手、内野手、なんていうの、まあ、例えばファーストとか、うん、まあ、サードがうまければ安田をファーストに、ま、持ってきてもいいし、はい、だからそういう意味ではファーストのポジションっていうのが空いてんだよねロッテって、うん、で山口がやるけどもやっぱ守備がそこまで伴ってこない、はい、で山口をレフトに固定して、うん、その上田が入ったおかげで、はい、まあ、安田をファーストにするのか安田をそのままサードで上田をファーストにするのかとか、うん、まあ、いろんなこうやり方が見えてくるよね。はい、だからまあそのなんていうの、長打がね、はい、どんどん出てくるようだと、うん、非常に怖い選手になってくると思う。来シーズンはどうですか。やっぱ試しはする。試しはよかったら使っていくと思う。そういったところではやっぱりそのロッテの中でも競争のポジションが空いてるっていう、まあ、空いてるっていうか、あの無理やり使ってた人を使わなくて良くなるという、うん、だから守備の破綻がそれだけ減るということだ、はい、上田が入ることによって、いうことなんです、ね、そういうことなんです、はい、ソフトバンクは、はい、1巡目第一希望は国学院大学の竹内投手だったんですが、はい、引き当てられず2度目で大阪桐蔭の前田投手を引き当てました、はい、やっぱね左が欲しかったんだろうね。
ソフトバンクは、はいはい、だから竹内行って前田に行ったけど、はい、まあ、前田もねその体の強さとあの投げっぷり見てると、はい、そんなに時間は俺はかからないと思う。そうなんですね、うん、出てこれると思うよ、はい、ただ変化球をどれだけ磨くかね、まっすぐは 今のままでも結構いいと思うんだけど、はい、やっぱどのぐらいの変化球が投げれるか、うん、まあここら辺だと思うよね、うんうん、ただやっぱポテンシャルは高いわこのピッチャーも。そうですね、うん、まあ、本当にソフトバンクはねピッチャー陣がやっぱ苦しいっていうところで、うん、やっぱりすぐ即戦力でやってくれるっていうピッチャー期待したいですよ。まあまあそうだね、まあそうな、ただ、うん、時間はかからないということを考えると、うん、俺はあんまりかけなくてもいいピッチャーだと思うんだよ。だからその実戦で経験させて、はい、あの非常に勘のいい子だから掴んでいくタイプだと思うので、はい、だからまあ失敗しても繰り返してもなんか使っていくと成長率が早いというか、うん、まあ、そんなピッチャーに見えたな。なるほど、はい、さあ楽天は1回目常広選手ダメで前田投手ダメで、小蛇投手を3回目単独でいきました、はい、いやいやここまで残ってるっていう、うん、はい、やっぱねまとまってるしコントロールいいわ。みんなね今年のドラフトの傾向としたら、はい、やっぱ安定感を取ってるんだよね。すぐ使える本当に即戦力というか、はい、それとやっぱこう散らばらないというかね、うん、まとまってるピッチャーが欲しい、うん、その中で左ピッチャーで言えば小蛇っていうのは素晴らしくまとまってる、うんうん、まあ、楽天最後に、まあ、3度目に単独で残っていてよかったなっていう、まあ、本当だな。そうなんですよ、うん、俺はもうちょっと外れ1位でも2巡目に来るかなとかいろいろ思ってたんだけど、はい、やっぱここまで残っててくれてね、はい、感謝だよ。そうですね、楽天良かったですよ ね、まあ、楽天やっぱり小蛇投手とって来シーズン、はい、来シーズン以降どういうふうにこの小蛇投手っていうのを起用していきたい。やっぱり即戦力としてやっぱちょっと考えたいよね、うん、だからローテーションの一角というか、まあ、そういうのをこう、まあ、試してみたいというかね、うん、まあ、そういうピッチャーではあるよね。そうですね、今井新監督に代わって、うん、まあ、小蛇投手がね、はい、どのように出てくるのかも楽しみ注目です、はい、さあ西武はヤクルトとソフトバンクの競合の中、はい、国学院大学の竹内投手を当てました。これどこまで投手王国を作るんだというねそうですね、いや隅田がね、はい、1年目ドラフト1位の一番目玉でそれを引き当てて、うん、はい、なかなか勝てなかったけど今年勝てるようになった、はい、で竹内のその、状態を見ると、うん、投げっぷりとか見ると、はい、やっぱね勝てるピッチャーだよこのピッチャーは、うんうん、やっぱいい変化球も持ってるし、はい、いいまっすぐも投げる、うん、だから非常にまとまってるというか、はい、楽しみなピッチャーだね。その西武が野手ではなくやっぱり投手にさらにいったっていうのはやっぱりあのポスティングで行きたいっていう選手がたくさんいるからね、あそこは。まあ、高橋光成で平でも、はい、平もそうだし今井もね、はい、まあ、そのうち言ってくるだろうし、うん、だからそういう意味では それを見越してやっぱ竹内を取るというね、はい、うん、でも本当にいいピッチャーが取れたな。そうですよね、うん、松井監督もね初めて引いたんですけど緊張しましたって思って。いや、そりゃそうだろう、この、はい、これだけの左の逸材っていうのは、うん、なかなかいないもん。いや、やっぱりあ左でね、左ってね意外とコントロールのね定まらないピッチャーって多いんだよ、はい、でもこのピッチャーはやっぱこう変化球もコントロールできるし、まっすぐもコントロールがいい、だから完成品に近いっていうか、そのぐらいのポテンシャルのあるピッチャーだよ。じゃあ来シーズン行けますかね、うん、もう見ることはできそうですか。多分できると思う。できる、このピッチャーに関しては。あと豊さんがすごく賢そうな、クレバーそうなピッチャーだよね、はい、賢そうだよ。うん、だからちょっとね違う、あいいと思う、いいと思う、期待したいですね。やっぱね常広もそうだし、うん、下村もそうなんだけど、まあ西舘もそうかな、やっぱねそんなにねマックスでね出力上げて投げてるっていうよりもやっぱ8割9割ぐらいでいっといて出力上げるだけの余裕を持ってる、うん、だから竹内もそうなんだよ、はい、だから出力上げろって言ったらもっと上がるピッチャーなんだろうけども、うん、でもそこら辺は冷静に頭を働かせながら、うん、打者を見ながら投げるピッチャー、うんうん、
また西武がね東証王国に一歩また、ね、磨きをかけたというかなりましたね、はい、さあ最後ですけれども日本ハムは西舘投手行けなくて前田投手行けなくて3度目にロッテとの競合で東洋大学の細野投手、ね、これはね、まあ、言葉悪いかもわからないけども賭けみたいなところがあるね、はい、だからやっぱこうボールが荒れるからその自滅型なんだよ今は、はい、だフォアボールを取られて置きに行った球を打たれるというさ、うん、まあそういう形のピッチャーなんだよね、はい、でもそれがある程度まとまってくると絶対勝てるピッチャー、うん、おーそのまとまってくるとっていうのは実戦で積んでいくしかないんですよ、ね、いやそれはもう実戦なんですね、そのブルペンと試合は全然違うから、うん、だから実戦で掴んでいかなきゃいけない、うん、しかし新庄監督はフォアボールを嫌う、はいね、だからそこをどう折り合いを合わせていくかだよ、うん、ただ魅力はものすごく秘めてるピッチャーだよその投手、うん、新庄監督プラス日本ハムは細野投手っていうのはどのポジションでどの位置でいやもうそれは先発しかない先発しかない、うんうん、それはなぜかというと中継ぎでフォアボールは致命的になるから、はい、だから先発でじゃあ6回まで投げろと、うん、6回3つまで許してやるってぐらいの、まあね、そういう感じで投げさすと、うん、ただ教え方によってコントロールっていうのは改善される時もあるから、はい、だからそういった意味では細野っていうのはこの中で言えば一番未知数だけど、うん、一番可能性を秘めてるピッチャーかもわからんね、もう化けたらすごい、化けたらすごい、おー、日本ハム楽しみですね。いや楽しみだよ。あの上沢投手がね、ポスティング、ね、海外に行くかもしれない、加藤投手が FA でどうなるかわからないっていう中で、うん、やっぱり新しいこの、ね、逸材存在が入ってくるっていうのは、うん、日本ハムだからもうとにかくあの同じ出すんだったら置きに行くなよって、うんうん、とにかく荒れるんだったらもう荒れまくれって、あ逆に、うん、はい、その代わり抑えてこいって、うん、いうような多分新庄監督は指導していくんじゃないかなっていうような、はい、感じだと思う。でもあれだけ早いとやっぱ、はい、なんていうの、早くバッターも反応しなきゃいけないから、うん、振っちゃう可能性もあるからね、はい、うん、だから自分と勝負するんじゃなくて相手と勝負してほしいなと思うね、細野にもね、はいはい、さあ12チームの、1位指名の選手が出揃いました、はい、ね、で、まあ、今年は競合したな、しましたね、やっぱ競合数面白いねいや単独で行けたのが阪神とオリックスのみで、そうだな、そうなんですよ、1巡目では竹内投手に3球団、はい、で渡来選手に3球団、はい、で西舘投手、常廣選手に2球団と、はい、また2度目でも前田投手に3球団、はい、草加投手に2球団、そして細野投手に2球団と、そうだね、競合しまくりでした、しまくったな、はい、まあ、その中で、うん、ね、野手で3球団競合したっていうのは分からない、はいはい、これはねやっぱポテンシャルは高いよ、そうなんです、やっぱそれだけやっぱスカウトの目っていうのが、はい、やっぱ惚れ込んだ渡来、うん、ね、DeNA がうまく育ててほしいし、はい、ね、まあ、竹内、はい、ね、西武のその東証王国に入って、うん、多分引けは取らないと、はい、うん、そのぐらいの活躍が見せてほしいし ね、 そうですね、まあ、西舘は先輩を男にするために投げる、そうですね、まあ、常廣はね、はい、うん、なんか家族の一員として迎え入れてくれるだろうから、はい、カープで ね、 ね、思いっきりやんちゃ坊主でもいいから、はい、ね、暴れてほしいし、はい、ね、頑張ってほしいと思います、そうですね、はい、はい、